はい、欧州間作文対策、今日は句読点の使い方についてお話したいと思います。句読点、点や丸ですよね。丸のことをちなみに句点と言います。で、点の方が読点ですね。合わせて句読点という言い方をします。よくで読点ですね。句読点の使い方によって文章のイメージというのはだいぶ変わってきます。それと文章のお約束として一文は短くということがあります。一文が短くなるということは、すなわちその一文の中で使われている読点もなるべく極力避けるという言い方、使い方が正しいと思います。ただ全く使わなくなると文章が読みづらくなります。句読点というのは読む側に対しての気配りと考えていいでしょう。相手がいかにその文章を読みやすく読めるか、そのために句読点を使います。相手への気配りすごく大事ですよ。読みやすい文章ほど好印象を与え、結果的に評価も高くなります。その中で点でリズムをつける、有名な作家さんとかで読みますと、ね、やっぱり独自のリズムがあります。日本でも古くから俳句の五七五調とかありますが、あのように自分のしっかりとしたリズムを皆さん作家さんは持ってられます。自分のリズムをつけるとまでは言いませんが、点や丸の使い方を意識して書く、相手に伝えやすい文章というのを意識する、これも一つ大事なことだと思いますので、皆さん必ず気をつけてください。それでは終わります。